懐かしいね、この辺も。懐かしい。この景色はこの時期じゃない。ユーチューバーと会ったの初めてだ。うん。うわ。ちょっと。うわ。皆さんこんにちは。こんにちは。マロンチャンネルです。私たちは夫婦プラスワンで車中泊旅を楽しんでます。はい。ただいま温泉に併設されている RV パークに来ています。今日はこちらにお世話になります。車中泊はまずシェードをつけるところから始まります。では後ろにある荷物を助手席の方に移動します。リバーツーマックスの充電を外部充電から取ってます。お願いだから。マロンは必ずこういう時に暴れます。ほら、はい、ここまでベッドモードでインフレーターマットを膨らませた状態で来たので、これを畳みます。これはポンプがあるとかなり楽です。便利だね。ちょっと分かった。すごい、これすごい。暴れまくってます。散歩行かなくてもいいぐらい暴れてる。分かった、はいはいはい。そして水飲むという。そしてダイネットモードにします。はい、実はこの中に視聴用トイレと、あと洗い物のスポンジと洗剤、はい、蚊取り線香とか、はい、キャンプ用品ですね。そうですね。収納場所としては高さが10センチないぐらい、このぐらいなんですが、まあ入るもの、ここは雨具です。カッパとかが入ってます。このフォックスルソーのいいところの一つが、このシートアレンジができることです。ただいまベッドモードからダイネットモードに展開しています。今日は外部電源が取れるのでセラミックヒーターを持ってきました。はい、このようにダイネットモードで今日は過ごしたいと思います。はいはい、それではマロンのご飯をあげます。はい、いつものカリカリです。ママが作ってくれたささみです。エゾシカのふりかけです。ロン君、はい、集中して、ロン君集中して、ロン君。はい、よりかい、どうぞ。よかったね、美味しいの食べれてよかったね。ご飯食べちゃいな。食べていいんだよ。なんか察知してるよね。食べてる間にどっか行かれちゃうって。お風呂行っちゃうんでしょって。準備をしてるからね、お風呂の、うん、がどっか行くんだろうなって思ってる。どうせ僕のこと置いてどっか行っちゃうんでしょ。そういう顔してるよね。で、じゃあ食べないよって。だけど、お前らったら食べてください。食べて、お風呂に行ってきます。課長はね、わかった、変なもの食べないでよ。危ないんで、この辺にあるから。まずこれは閉まってくから、うん、危ないのは。はい、じゃあお風呂に行ってきます。はい、お風呂行ってきます。はい、夢心地さんでお風呂をいただいてきます。はい、帰ってきました。離婚してた、離婚してた。はい、お風呂から上がってきました。今日は夕飯は富山ブラックを、ラーメンね、ラーメン食べたので、今から飲み物、うん、ノンアルコールですけど、ノンアルコールですけど、はい、寝る前に少し、うん、楽しみたいと思います。はい、シャルドネスパークリングテイスト、はいはい、ビタミン C 1000mg、 ビタミン C 取んないとね。
マロンが見てる。いいなーって。マロンが見てる。はい、乾杯。はい、お疲れ様。うん、これは美味しい。美味しいね。はい、道の駅ひみで購入してきました。のどぐろの唐揚げ。のどぐろの骨のとこだよね、頭と骨のとこの唐揚げ、うん、全部食べられるんだと思う、うん、いただきたいと思います。あとはホタルイカのつぼしね、うん、はい、まずのどぐろが珍しいしさ。そうなの、この唐揚げだってね、私たち食べたことなかった、ね、ないっていうか見たこともない。うん、はいはい、あ、大きいんだ。私もっとちっちゃいんだって。3匹分ね、これですよ、骨。うん、うん、おいしい。うん、おせんべいですな、うん、なるほど。これノンフライヤーで揚げたら絶対おいしいわ、ね、もう一回揚げ直したらね、うん、カラカラになる、ね、結構身ついてるじゃん。うん、あ、美味しいね。本気は。じゃ絶対お酒欲しい。うん。これは富山ならではですな。うん、本当だね。ほら、こんなに水いる。うん。いいな。お母さんたちだけ。ペロッちゃった。ペロッちゃ。はい、そしてホタルイカ。これも美味しい。ね。関東でもね、ホタルイカのお気づけ、うん、瓶詰めになったものは、うん、手に入るんだけど、こういうね、干したもの、これは見たことないよね、うん、ないね。なんか手間かかってると思うね、この小さいのさ、うん、どうやって干すんだか。あと動画に撮っておいたんですけど、ホタルイカのカス漬け、うん、こちらね、うん、これは珍しい、うん、こういうのも売ってるんだよね、こっちの方ではね。食っちゃったでしょ。あのよく電車に乗っててさ、こうカクッてなるじゃん、隣の人の方に行っちゃってあんな感じだって今寝たら父さんのお膝のとこで少し一番気持ちいいのね、この時間がカクッてなこのセラミックヒーターやっぱりあったかいね。あったかいね、効くね、下からあったかいからね。あ、で上がってくるからね、うん、ね、快適、うん、これでいいわこれでいいや、これでいいや。今 RV パークじゃないとね、使えないからね。そうなんだよね、我々の電力では。うん、ここお風呂よかったよ。よかったね。内風呂っていうか、あれは1個だけだけど、うん、露天風呂がなんか、うん、広かったね。ね、よかったよね。うん、シャンプーも良さげだから、うん、洗い上がりはしっとりしてるし、温泉がちょっと赤みがかった感じ、うん、独特な匂いがする、うん、お風呂から上がるときに、うん、私はシャワーを浴びちゃう人なんだけど、うん、で一回流してしまう、うん、皆さんはどうですか、うん、書いてあってね、あの今日ね、上がるときにかけ湯はもったいない、うん、成分が流れちゃうから、うん、ね、3時間ぐらいはそのまま効果があるからみたいなね、うん、ただね、そうちょっとでも今日はそれを見たから、うん、こういうところは流さないで、はい、じゃあこの後ベッド展開をして寝る用意をします。はい、はい、マロンの散歩をします。お風呂で使ったタオルは突っ張り棒で干しておきます。突っ張り棒はサンシェードに S 字フックでつけてます。どいてちょっと、何今の。おっとっとっと、こんなもんかしら。うん、どこいたんだ。あれ、どこいたっけ。あれあれ返したっけ？返したの？あ、ああ、ごめん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 。ロン君、お母さん使ってたポンプさ、ポンプどこにあると思う？探してポンプ。ポンプ。ポンプどこにやった、お母さん。え？わかる？
ポップ。ポップ探してよ。なんか探してる風だから面白いよね。あった。これこれ、ポンプね。これポンプ。ポンプっていうね、ポンプ。スライドドアからの冷気を防ぐために断熱パネルを入れておきます。これ結構効くよね。ね、詰め物をして冷気が上がってこないようにして、はい、結構床下からも冷気は上がってきます。なのでその隙間を埋めてあげます。ピタッとこうなってると寒さが全然違う。はい、これで寝られます。はい、着替えるスペースができたので今から3人で着替えます。せーの。はい、着替えが終わりました。それでは3人で歯磨きをして寝ます。はい、アロンはここにいます。もう寝ちゃってます。見てるよ。え、まだ寝てませんけど。はい、マロンがここで寝ていました。セラミックヒーターのおかげで快適に寝たと思います。パパは頭を運転席側にして寝ています。そしてママは逆向きに寝ています。こうすることで肩がぶつからなくて寝ることができます。マロンは朝の散歩します。はい、じゃあ今から3人で着替えます。せーの。はい、着替えが終わりました。マロンはこの後ブラッシングがあるのでまだ肌感ぼでいます。マロン君、このね、くつろいでるところ恐れ入りますが、ブラッシングです、はい、いいね。うん、じゃあ、そうなの、そうなの。いい手をかけるの見ちゃうでしょ、あなた。そうやって、いい感じ。できたよ。では出発できる準備をします。棚に載せる荷物はベルトで固定します。荷物が固定できたら助手席にある荷物を後ろに移動します。はい、大体これで完成です。あと整えて出発します。はい、マロにご飯をあげます。いつものカリカリと、これがいいって、カリのささみです。座れ、ロク、はーい、ありがとう。はい、どうぞ。はい、はい、はい、RV パーク夢心地さんでした。とっても居心地のいい RV パークだったね。うん、あのお風呂も良かったしね、うんうん、静かだったし、うん、区画も広めだったしね、うんうん、トイレも綺麗だし良かったです。良かったです、うん、ゴミも引き取ってもらえたし。はい、はい、コンビニに寄ります。今日の朝ごはんはコンビニです。はい、今コンビニに寄っているんですけれども、これがコンビニから見える景色です。どうでしょう、すごすぎませんか。絶景です。コンビニからの絶景を楽しむことができました。昨日帰っていたらこの絶景には出会いませんでした。日程を1日延ばしてこの晴天に恵まれてこの景色を見ることができました。すごい、この町の向こうに見える立山連峰、すごい、すごいな。どこから見ても絶景。あー、すごいすごい。すごいね。はい、そしてやってきたのは、はい、池田屋安兵衛商店さんですね。はい。小山と言ったら薬。薬。昔ながらのね、うん、薬の木
と製造とか見れるのかもしれない。はい、はいはい、じゃあ入ってみたいと思います。昔は万病の薬なんていうふうに呼ばれていたこの半軍炭は今は胃腸薬です。食べ過ぎ飲み過ぎと昔はね薬草をすりつぶす、すりつぶしていって粘土状にしたものを昔はねこういう小さな一粒一粒一個ずつ昔を手で丸めて薬作ってたんです。それが明治に入って初めてこういうちょっと機械らしいものが登場します。構造は非常に単純なものでこれとこれね同じものです。この中にね、練った薬っていうのを敷き詰めるわけです。で、あとは上からね、ぎゅーっと圧力をかけると、この横に見えます。小さい穴があるんです。ここから出てきます。木のレバーを手前に引っ張ると、この紐がね、ぎゅーっと引っ張られて、上から圧力かかって、中にある薬が、ね、押し出されてくるんです。見えます？あの、見えない。おー、これです。もう別に。すげえ。これね、薬なんでこんなちょっと切ってこんな風に切ってでこれ実はねまだ切っただけの段階なんでいわゆるその薬に角が残ってるんです。角残したままだと当然喉に引っかかりやすくなるんでこの角をこの板で取ってたわけです。でどんな風に取ってたかっていうとあとはこれねこんな感じこんな感じで本当だ丸くなってる、はい、丸くするわけです、で丸くなってるんだけどちょっと見てくださいほら、こんな風に簡単に潰れるぐらいに非常にこれ柔らかい状態になってます。でこれをね昔はね 2,3 日自然乾燥させます、そうするとね水分が抜けて薬もちょっと小さくなって硬くなります、あとはこれ10個10個でこれで100個ありますこれずいぶん昔なんでちょっと欠けちゃってますけども昔はこういった道具を使って出来上がった薬をこう正確に数えて袋に詰めてたというのが、はい、これがね昔の薬の作り方になります。重さだけでねポンと乗せてね回しても丸くはならないんです。これにねちょっと圧力をかけながら回すっていうのがポイントなんです。見てましたよね、はい、ギュッてやっちゃうと簡単に潰れちゃう、だからねこれギュッと押しちゃうとぺっちゃんこになっちゃうんでぺっちゃんこになっちゃうと全然動かなくなりますからちょっとだけこう圧力をかけながら回すのがポイントになります。まずどうぞこちらに来て、持ってみてください。はい、はい、あ本当だ重いですね、はい、ね、ここら辺で、はい、そーっと置きますね、はい、これでくっついてるじゃん。まだです。もうちょっと、はい、このぐらい、はいはい、で回す。そう、あそう、そんな感じ。あ、上手ですよ、回し方。うん、本当に。8、9。で、スッと入れてください。うわなるほどね、はい。じゃあね、お客さんね、これ、手を貸して、こっちとこっち持って、はい、はい、1枚取ってもらいましょう。はい、できました。はい、ありがとうございます。はい、いや、見事に。大勢の中で一番最初に手を挙げてもらったんでちゃんとお土産が出ます。あ、嬉しい。です。ありがとうございます、はい、昔懐かしい懐かしい放送がありますね。みんな懐かしい、ね、懐かしいよ。なんか小さい頃の置き薬にあったと思う、あった薬箱ね。懐かしいね、この辺も懐かしいね、そのうちプラスチックになってさ、取っておけばよかった。あの実家にあったな、12月の26日からお休みに入ってるみたいなんですけど2回で薬膳コースとかハーブティーとかいただけるところがあるみたいです。健康的だよね。ねえ、うん。いやすごい。あすごい。なんか絵に描いたやつをさ、ね、先にポンと置いたような写真をポンと置いたような。すごくないこの景色。この商店街のこの道と並行している細い路地からもすべてこの景色が見える。
いやすごい。圧巻だね。これはね。これは見られないわ。このさ、うん、夏ももしかしたらいいのかもしれないんだけど、うん、冬の雪がかぶったこの山。この景色はね。これはこの時期じゃないと。うん、見られないから寒ブリとセットだね、うん、ぜひぜひ寒ブリを食べに富山まで、うん、このチャンネルおすすめコースです。本当だわ。そう、黒部の方には入っていけないんだけど、うん、これ見るだけでも価値あるわ、うん、で美味しいものをいただき ね初日大雨でね。そうだね。その後ずっと曇りでやっと晴れてくれたって感じだけど、一、うん、日伸ばしたおかげだけど、もう一日伸ばしたいぐらいだね。本当ね。綺麗。綺麗。ずっと綺麗。この辺は海の近くで標高が低いから、余計この高低差があるのかな。見えるよね。見上げるような山ですよ。うん、ね、癒されるよね、こういう自然の。雄大な景色見るだけで、もうこの景色はこの時期じゃないと見れないよね。だよね。で見事にこの雪がすごいと思う。雪がすごい。コントラストっていうのかな。いやーすごいね。すごい大きい施設だ。ねえ。はい。ホタルイカミュージアムに到着しました。見学していきたいと思います。はい、ここは道の駅なのよね。はい、道の駅ベーブパークなめり川の中にホタルイカミュージアムが入ってます。はい、いいですか。あれ、なんかいるよ。さあ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 、はい、道の駅の中見ていきたいと思います。マーケットホール、パンが2つ、うん、白エビコロッケ1つ欲しいよね。ホタルイカバーガー2つの、うん、唐揚げ1個の、うん、白エビコロッケ1個。はい、富山湾を見ながら、ホタルイカバーガーいただきたいと思います。ホタルイカバーガーです。あ、こういうのホタルイカのフライですね。入ってます。あとレタス、はい、食べましょ。はい、いただきます。いただきます。バーガーだからマロンも食べられます。よかったね、この飛び出してるとこから。うん、うん、よかったね。一個だけか。2個入ってない。2個、うん、あとトマトか。うんうんうん、きたきた。うんうんうん、うわ、うん、うわ、ちょっと、うん、大変なことが起きてます。皆さん要注意。これどうすんのよ。もう今日洗濯したいぐらいなんだけど、全部シミになってる。上まで、どこまで、上まで、この肩まで、この辺も、そうだ、これ抜くけどさ、うん、その前にじゃあこっちを、カバンも、カバンもこれシミになっちゃう。全部全部ビュッて出たん。うん、じゃあ全然気がつかないんだよそれ。うわ、これって本当にこれだよね。口から出てたからね。なんてこった。にゃー、どんな目に遭いましたね。こんな最後になって、にゃー。こちらが白エビコロッケです。白エビ、どんなでしょう。コロッケ食べてみます。
白エビする味する、エビの味する、コロッケなんだけどエビの味がします。美味しい、合うね、合う、コロッケに合う白エビ美味しいわ。格闘してますママは。ママは格闘してますママはね、最初が肝心、うん、シミに残るか残んないかは、はいはい、あ、本当だ、あ、これね、白エビの殻、うんうん、から味が出てる感じ、あ、はい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 、あと食感もそうだよね、うん、そしてホタルイカの唐揚げ、うん、こういうのです、うんうん、ホタルイカ、あのね、イカフライなんだけど、うん、食感が優しい、うん、あのイカリングのようなね、ああいう歯ごたえじゃなくて、うん、あのホタルイカの歯ごたえ、うん、美味しい、噛んでるとさ、ホタルイカの味がする、うん、うんうんうん、出てくる、ホタルイカミュージアムの方に上がっていく、謎の謎の橋になってるね、なかなか眺めはいいですぞ、マロンは必ず気を使って後ろを振り向いてくれますそうなのね、ここ一番高いとこ、あ、はい、こんな感じ、ずっと見えてるのは、うん、能登半島、能登半島、あっちね、あっちあっちあっち、ずっとそこまでだよね、この辺まであるね、うん、この辺ですかね、センター、あっちの、あ、うっすらと見えるね、こっちもね、うんうん、うっすらとこの辺まで、うん、ぐっと振り返るとすごい、すごいですね、そう、立山連峰すごいですよね、綺麗です、もうさっきからも絶景でもうここは能登半島ね、そうですよね、いや初めて来たので、うん、素晴らしいです綺麗ですよね、綺麗ですありがとうございます、そして降りていきます、やっぱり今のところが絶景ポイントなのかな、うんうん、そういう感じだね、こんな感じだね、こっちもこっちも、はい、右も左も、ね、両方見れるという、うん、よかった、はい、よかったね、マロンいっぱい歩けて、いっぱい散歩できてよかったね、ね、よかったね、あったかくて、あったかくていいわ、あったかくてよかったね、なかなか見ることないんでね、珍しいです、すごいチェーン、すごいね、そうなんだ、これで帰っていくんですね、ガリガリガリと、散歩から帰ったら食器も、よかったね、眠そう、寝てて、寝てくでしょ絶対寝てるでしょ、寝る、寝てる、はい、じゃあホタルイカミュージアム入ってみます、イカ、イカのスタンプ、いいよ、はい、あれ下切れちゃったじゃんでもまあイカがちゃんと乗ってるからいいという。まあいいかってこと。まあいいかという。はい、ホタルイカミュージアムでした。では次、ちょっと早めのお夕飯をいただきたいと思います。マロンは寝ています。
はい、新潟県から富山県に入った時にずっと気になってたこのタラ汁、これをいただいてみたいと思います。そうですね、はい、雨の時もありましたね、うん、大雨、ここに入って、ね、富山入った時は大雨だったよね。そうですね、ちょうど来る時にここを通ってタラ汁タラ汁ってこうずっと書いてあってすごい気になっちゃって気になる、だから帰りにどうしても食べたいと思って食べて帰ろうって。そうですね、いやすごいですね、やっぱ八甲線とか高速道路からね、はい、なりますね。もうここも富山県なんですけど、うん、一番東の村ですよ、ね、うんうん、はい、うん、はい、そこからは立山見えないんですよ、山の影なんですよ。そうですね、うん、確かに、うん、ここからね、あの西の方行くと、うん、富山の平野のバーッと広がってきますから、はい、ちょうど行くときにあの翡翠海岸、はい、あそこに寄って雨の中少し石探したんですけどあそこ本当に翡翠あるんですか？あ、そうなんですね。いろんなあの町っていうか県をたまにこうやって旅行されるんですか？はい、はい、全国回ってみたい。全国までまだ行かないです。東日本はほとんど行って、ね、新潟までは来てたんですよ。で、今回初めて富山に入ってって感じです。じゃあ今度は石川県とか県そうですね。行きたいですね。うん、きっと立山連峰も地元の方は普通の景色なんでしょうけど、私たちはもうすごい感動して、うん、はい。だからそれ見られただけでも良かったよねっていう感じで、めったに見えないよ。そうなんですね。今日朝ね、はい、ちょっと黒部の方行ってきたんですけど、やっぱり朝綺麗だった。あ、だ気持ちいいよね。気持ちいいですね。これがプロってやつですね。あ、ゴープロってやつ。ゴープロ、はい、高級品ですね。いやいや、大丈夫。名前だけは知ってます。結構次から次にとかなんかでバージョンアップされて、結構毎年変わってるみたいですね。お詳しいですね。そうなんですよ、ね、毎年変わってる。毎年変わってる、今度見てみないといけない。よろしくお願いします。何本ぐらいだと歩いてるんですか？今、100本ぐらいです。100本、こちらによそって、こちら骨入れになります。はい、はい、そのカメラ、はい、ありがとう。はい、どうぞ。ありがとうございます。いやすごい。ユーチューバーと会ったの初めてです。ありがとうございます。こんな感じで付けもついてます。すごいね、いっぱい小鉢もついて、はい、いただきます。いただきます。だから出るだし、うん、美味しいわ。美味しい、あったまる、うん、たらしてたら美味しいね。うん、めっちゃ美味しい。そしてこれがカレーの煮付けですね。うん、うん、うまっ。煮付け、うん、上品。あ、美味しい。YouTube の編集ってあの音楽流したり自分でコメントを喋ったり文字入れたり。あ、そうですね。面白いですよね。面白いですね、やってては。時間あっという間に過ぎるでしょ。そうですね。ねえ、あの YouTube のその番組の名前を知ってる。あ、チェックして。あ、じゃあ、はい、マロンチャンネルと申します。車に貼っとかんなんだ。お父さんとお母さんと犬を知ってんだ。え、そうです、マロンちゃんというの。そうなんです。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかった、美味しかった、美味しかったです。はい、タラ汁の暇つぶしさんでした。美味しかったね。美味しかったね。初めて食べたけどね、うん、あのタラ汁も美味しいんだけど、うん、
煮付けも美味しい。美味しかった。美味しかったですね。あの上品な味だよね。私たちの方だと濃いね、甘じょっぱーく煮付けるんですけど、うん、そうじゃなくてね、うん、もう上品に、うん、で美味しい。ふっくらしててね、うん、美味しかった。うんうん、あとタラ汁も、うん、タラお魚で取っただしなんだと思うんだけど、うんうん、ああ自然な味なんだなっていう感じがして美味しくいただきました。お腹いっぱいですでもペロッと食べちゃった。食べたけど ね、 ね、うん、いやそしてあの、はい、お店のご主人と奥様がとても気さくな方で、楽しくおしゃべりもでき、情報もね教えていただきまして、楽しく過ごすことができました。はい、はい、なんかほんわかした感じで、とってもいい気分でお店を後にしました、はい、またこっち能登半島の方に来る機会がありましたら、ぜひ寄りたいなという一軒のお店となりました。はい、はいはい、今回の富山旅いかがだったでしょうか。いろいろいただきました。氷、はい、見の寒ぶりから始まり、ホタルイカ、白エビ、富山ブラックラーメン、タラ汁、どれも美味しかったね。どれも美味しかったですね、うん、富山も奥が深い今回はあの海岸の方をずっと歩いた感じだったので、うん、山の方も ね、 そうだね、次回行きたいですね、はいはい、初日大雨でどこも景色見れなくて、うん、今日は晴れて、うん、この景色の素晴らしさにびっくりしました。びっくりですね、うん、これは見れてよかったです、うん、よかったです、はい、今回の富山のグルメと絶景いいねと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。今からお風呂に入って帰ります、はい、また見てくださいね。ヨンくん、はい、ヨンくん、はい、ヨンくん、はーん、ヨンくん、はいは、ヨンくん、はーん、はい。